はい、おはようございます。パッサンクラブです。ですね、もうね、早速やっております。で、今日はですね、エアロの取り付けということで、ワイド車両、関東のね、お客様、ね、わざわざね、お越しになってね、取り付けということで。で、今もう、ね、ノーマルのバンパーなんですけど、今外しました。で、これフロントですね。フロントのハーフももう外してこんな感じです。で、このセンサーね、ついてるんでね、もともとセンサーも外してこれですね、こうやってこうこれ外していきます。外していって、で、これを移植します。で、まあもうこれももうね、付け方としてはもうほぼね、両面テープでこれ止まってるだけです。ここもね、だから同じように外して、うちの方の、バンパーに取り付けていきたいと思います。で、センサーの方はこれですね。こっちはもうセンサーの方も外してますんで、じゃあちょっとこれつけていってみましょう。はい、作業の方をどんどん進めております。で、これ今、うちのバンパーはね、マフラーレスのバンパーになるんで、こうやってマフラーをね、こうやって切ります。切ってね、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、これこうやって、もともとこうやってですよ。本当はこう、こうついてたのを、こうついてたのを、まあ、こうついてたのをカットします。カットして、で、ひっくり返して、かぶせます。かぶせます。かぶせて、で、まあ、穴開けて、もう、ビス止めですね。ビスで止めちゃいます。ね、一番ね、これ DIY でも多分できると思うんで、ね、あのマフラーレスバンパー、ご検討されている方はぜひね、やってみてください。それではね、ちょっとね、ね、頑張ってもらいましょう。はい、で、このうちのこのバンパーでなんですけど、これに、ソナーの方をね、取り付けていきます。で、ちょっとね、両面テープだけじゃちょっと心配なんで、こうですね、こういうね、グルーガンで、固定していきます。で、まあちょっとね、心配やと思うんですけど、こうやってね、つけてるんですけど、これが意外と強いっていうね、引っ張ってもこう取れないっていう、全然もうしっかりしっかりついてます。ガチガチにね、ちょっとね、こんな感じで取り付けていきます。それではね、これを早速ね、装着で、今回は、フロントで、サイドで、リアバンパーとね、装着していきます。ね、で、もちろん、マフラーの加工は必要なんで、下向きが、まだちょっとつけてないので、つけて、で、まあ、バンパーつけて、角度、ですね、排気の角度ですね、それをね、最終見て、で、固定した方がいいんで、ちょっと最終置いてますんでね。で、それでは早速ね、ちょっとね、つけていってみましょう。装着していきます。こうね、上からかぶせる感じで、で、こう横をかぶせて、で、このタイヤハウスの上に、ね、で、あとこうね、この純正のところにこうやって穴開いてますんで、そこを固定したら完成です。で、その穴の方もね、こうやってついてますんでね。で、マフラーの排気と、ソナーの確認したら、リアに関しては完成です。はい、ね、着々ともね、完了してます、取り付け。リアバンパーの方はもう、これ完了ですね。もうマフラーも下向き加工ですね。で、サイドもつけて、あとハーフスポイラーね、ハーフスポイラーを、固定したら完了です。もう至ってね、簡単ですね。もう全然もうこの時点で激変してますね。かっこいいです。さあ、もうちょいですね。で、これも今日乗って、関東の方に帰られますので、ね、こちらに完成ですんで、もうちょい待ってください。はい。
ありがとうございました。完成です。ね、今から、ね、こう変えられるということでね、気をつけて帰ってください。でも、もう激変しました。今回。すごいな、かっこいいね、このヘッドライト。バレンティーニかな。めっちゃ流れてますね。で、今回、フロントハーブ、タイプ2で、サイド、ね、つけてもらって、で、もうリアバンパーもね、あの分厚いリアバンパーに変えました。ちょっと出るとき、切ってもらわなあかんね。だいぶなんかね、こう下がった感じになりましたね。でももう言うてもね、今年もあとわずかっていうことで、ね、いよいよねこのね、あの勾配もねまたなるっちゅうね、はい、ね、ギリギリやと思いますから、ね、気をつけて帰ってください。ありがとうございます。ギリギリや。ギリでしたね。ありがとうございました。またよろしくお願いします。